西武、深刻な現状。西武、奥村剛球団社長が、22日、都内で行われたオーナー会議に出席し、チームの現状について言及した。借金32と歴史的低迷で、チームの成績とともに、観客動員も低調。ベルーナドームで行われた16日のオリックス戦は、観客動員数1万560人と、厳しい現実が突きつけられた。奥村社長は、客足も遠のく、深刻な現状について、対策を問われると。とにかくお客様は、一番に勝つ試合が見たい、ライオンズの強い姿を見たいことだと思いますので、とにかく、勝つための野球を、後半もしっかりやっていく、と語った。後半に向け、渡辺監督らと、ミーティングも重ねた。具体的には明かさなかったが、とにかく、ファンの方々が毎日球場に足を運んでいただいて、一生懸命応援していただいてますので、そこに一試合一試合、全力で向かうというところを、選手、スタッフと、やってもらおうと進めています、と語った。いろいろとやるべきことはあるけれど、ハード面の改善も必要。観客が来れば、選手のモチベーションになり、チーム力のアップにつながる。ひたすら弱い上に、ヒットも得点も少ないとなると、なかなか、ベルーナドームに行く気にならないだろう。試合内容が熱ければ、球場が熱くてもいいのだが、何分点が入らなすぎて、見応えがない。昨今の異常な暑さのせいで、ベルーナドームへ行くことに、リスクを感じる人が多いと思う。夏場は基本的にナイトゲームだけど、日中の最高気温が36度とかになると、夜でも普通に30度を越してくる。ベルーナドームの環境整備をどうにかしないことには、夏場の観客動員は、減る一方だと思う。今年は徹底的に小技、バント、エンドラン、盗塁、スクイズを、失敗してもいいから、やる。使ったことのない選手を、試してみる。それで来年のために準備しよう。勝ちは、それほど期待してないから。たとえ勝てなくても、帰りの電車で、あの場面惜しかったなぁ、と話せる試合を、お願いします。